らしいよね、勉強で。ただ今日こっちの目バグってんねんけど。もっと動画出して。何、個人チャンネルの方かな。ワンマンズは動画出してるっけ。出してるから子ちゃんの方かな。まさきって言って、まさきでの友達にまさきって呼ぶ。ラちゃんの妹ね、ルアも妹さ TikTok さこの間回ってきて、それでフォローした。ルアちゃん検定かな、頑張ってね。おいはもうちょい卒業ね。みんな春樹ってよね、春樹ジュリめっちゃ寒いな。うちなんか暖房さ、暖房ってさ何度が必要なの。もう二十歳なんですか。あのもうちょいで二十歳、2月11日。彼女ルナって名前、おう一緒だね。ね、こっちの二重幅はなんかおかしいね。なんか一回さ12時間寝たってた時あったじゃん。でその12時間寝た時になんか寝すぎとか知らんけど二重幅がすっごいバグったの。僕の未来、これなんか中毒性あるね。これとちゃんとメイクしてる時にね、最近あの個人チャンネルもさ最近メイクをせずに撮ってるからさ、本当にあのバンバンザイの撮影の時はメイクちゃんとするねんな。でもとか言っても適当なんやけど、なんかメイクをしたらしたってなんか濃く見えてくるねん。声聞こえない、なんで。絶対音量やってないでしょ。回り出したあのことメイクね、ちゃんとするわ。聞こえる？よかった。シャンプー変えてからさ、アイロンせずにこのサラサラになるようになった。ドライヤーで。わかって言うんでほしい。わか。どれぐらいやるの。やるなんね、本当に気分屋だからわかんない。首元のほくろいんな。どこ？これ？これ？これほくろなのかな？わかんない。ドゥルルルン、ドゥルルルン、ドゥルルン。タクチンって言うんだけどさ、タクチン。みんな何してんの？ウンパさん好き？うん。ドゥルルルン、ドゥルルン、ドゥルルルン。カノンって呼んでください。カノンゆら。うわあ危ねえ。オッケー。危なかった。あのルナのあのカメラロールの中の写真がここにアップされるとこだった。何この機能、すごい嫌な機能つくやん。今日撮影何個あったの。今日撮影はね、今日はねあの個人チャンネルぐらいで、もあとは他のうちあの打ち合わせとかは行った。そう打ち合わせとかあったな。ルナちゃん180万人おめでとうございます。若葉くんかな。ありがとうございます。え、だからね、若葉くんが、あの、同い年っていうのは知らなかった。え、若葉くん、今、二十歳だよね。え、違う？なんか、何だっけな、なんか、今年成人の方の、え、今年成人の YouTuber の名前みたいな感じで載ってて、そこに若葉くんが載ってた気がするんだけど。でも若葉くんね、もっとね、なんかすっごいお兄さん感強かったから、
そうめちゃくちゃあの 2,3 個上ぐらいかと思ってたの。あでもこれ待ってこれでさ 2,3 個上じゃなかった、 2,3 個上だったらどうしようごめんなさい、ありがとうございます。でもダイエットと勉強頑張れって言ってください。ダイエットと勉強頑張ってね。ルナはダイエットをしようと思ったけどできなかったので、ちょっと痛い目に遭わないといけない気がする。成人式終わりました。うん終わったよ、行かなかったけどわ2000年生まれやけど3月、えじゃあってことは待って2000年生まれってことは1個上かもしれない、違う1個上かで遅生まれってことか、早じゃ早生まれか、じゃ結局は年上じゃん、ごめんなさい本当にごめんなさい。そして180万人ありがとうございますお仕事頑張れって言ってください。お仕事頑張ってね。わかばかわかばかあした受験なので応援してほしいです。明日頑張ってね。エクスケやって、エクスつけてない、伸びたよなやっぱ、ほらここまで、もうだって胸つくんだもん。全然タメ語でも、そんな優しいことある、ありがとうございます。こちらこそ仲良くしてください。好きな曲教えてほしい。好きな曲はあのゆうりさんの声、レオも好きだし、なんかねもう最近好きな曲がありすぎて、またねなんか歌をいっぱい聴くピークに入っちゃったの。お風呂が寒すぎて入れません。入ってください入って、ルナも入りました。今バンバンザイすごく来てません、えだから本当にあのそれめっちゃね、最近どこ行ってもバンバンザイすごいねって言われることが多くてめっちゃ嬉しいんだけど、なんだろうなんか本当に今実感ちょっとずつ湧き始めたんだけど、まだね実感そこまでしてない。なんかわかる、実感をしてないわけでもないけど、しきってない。なんかだって半年前、この1年前とかなんて何人やったって言われたら全然40万人とかやったんだよ、チャンネル登録40万人とか42とか、本当にずっとそこで止まってたからさ、それでね1年のうちにさ100何十万人増えたって普通にやばいことじゃん。そうだからなんか時間をてかもうなんか分かんない、本当にすごいんだろうけどついていけてない。だから全然なんかこれからもこのまま今まで通りやっていきたいなって思います。でもねやっとねちょっとね嬉しいことがあったのだけ聞いてくれる？ルナはさあの待ってね、そうあのルナはさあのずっとインフルエンサーとかさ TikTok とかからさ結構ルナになったから TikTok かって思われることが多かったんやけどさ、あのもう YouTuber として見られるようになったのがね、まあ、嬉しいなってめっちゃ思うあルーシーくん180万人おめでとう、ありがとうございます。ルーシーくんがさあのこの間なんか何言ってたんやっけ、何やったっけ、なんかルナがめっちゃ好きなあれになんか出てたん、ルーシーくんが、その時あルーシーくんやと思って、よいしょキュンです、してください、キュンです。見よったね、見よ可愛すぎて、ありがとうございます。ちゃんとメイクした状態ですね、今度全てが、ありがとうございます、本当に嬉しい。こっちも右ぐらいになってるで、あみんなこの歌聞いて、あのベリーグッドマンさんの花束っていう歌が今一番来てる、あの他も好きなんだけどこれが今あのこの2日間で全力じゃなくて、なんていうの、全力じゃなくて連続で聴いてるこの歌。シュー
今一人、そう今一人スピンソー、しかもネイル描いたんだよ、かわいい、かわいいでしょ、手の血色今めっちゃ悪いけど、これ目悪いんですか、悪い、ルナこうやってる、あの直さないといけへんねん、それ目を細めるの。義士ねんの、義士くんいんないよ、義士くんはあの今日買い物行こうって誘われたけど、ルナが用事あったから行けなかった。いいのにな、ずっとこれからもこの先もルナって呼んでほしい、ルナ次のコラボ予定、コラボの予定誰だろう、あー言わない、楽しみにしてて皆さんの動画楽しみにしててほしい、明日、明日本当に明日見てほしい、せっかくあの見てほしい、二十歳でやりたいこと、二十歳でやりたいことは、なんだろう、別にあの本当にお酒飲みたいとかもないんだよね、二十歳になって。あでも昨日目標決めたんだ、二十歳で、二十歳のこの1年でルナは編集を確実にあのうまい編集をできるようになるっていう目標を決めました。でもそろそろね、あの恋をしたいな、恋をしてルナの想像はあの24号にはもう結婚したいんだよね、24、25、あ遅くても26、遅くても26に結婚したい。部活何してました、部活はあのテニスをしてました、ずっとこれからもこの先もコロナ禍だけど、まだ大丈夫だよ、みんな元気だよ、年上派年下派、年上かな、なんか前まではあのどっちでもいいって言ってたけど、やっぱあの余裕がある人の方がいいのかなって思って、なんか現実味を見ると年上な気がした、年上、うん年上かな同業者でも付き合いますか、逆にあのなんて言うんだろう、同業者じゃないとダメなことなくて、でもなんかそのやっぱ普通にさ、普通に考えたらさ、そのなんて自分の好きな人がさ異性の人となんかハグとかしたら嫌じゃん。でいくらそのね、ラダちゃんも YouTuber だからさ、仕事としてさ割り切るっていうのはさできると思うんだけど、普通にあの YouTube をやってない人たちからしたら、もう好きな自分の彼氏彼女がなんて言うんだろう、違うめっちゃ可愛い男、可愛い女の人、かっこいい男の人とハグして照れてる姿とか見るのってめっちゃきついと思うのね。でそういうのをちゃんと仕事として割り切って割り切れるのかっていうところがさ、めっちゃなんて言うんだろう、そこ重要っていうかでかいじゃん、そのなんていうの、本当に嫉妬がさ続くと恋愛続かないと思うの。そうだから心配もかけたくないし、ルナも心配もしたくないから、どっちがいいんだろうなとか思うけど、相手から、相手によるな、本当にだから大人な考えな人の方がいいのかなって思っちゃうクール系か可愛い系、可愛い系かな、あのわちゃわちゃなんか子供っぽい人が好き、あの性格は大人ね、そのなんていうの、なんか笑った時にめっちゃ無邪気な笑顔の人とかが好きです。かなって呼んで、かなって呼んでください、かなちゃん、しんご頑張ってって言ってたから、しんご頑張れ
ルナちゃん、ミキちゃん、スクスタ好きなタイプって言いますか。好きなタイプはですね、あのまず声、歌声がいい人、そしてなんだろう、一生懸命頑張ってる人。いや身長とか関係ないね、身長は何でもいいか。なんだろうな、あの手の血管がえぐい人、あのこうやった時にこことかなんかぼっこりしてるさ、お父さんの血管とか分からん、お父さんの手とかやったらさ、コーヒーとか持つだけでさ、ここちょっとぷくってなんか膨らんでる血管とかあるじゃん、ああいう血管が好き、めっちゃあとは匂い、いや匂い、うん、あと男っぽい人が好きです。なんか別にダメとか言ってないけど、そのメイクをする、最近ね流行りのメイクをしてる男性とかいるじゃん、そういう男性っていうよりはあの本当にもうスポーツできそうな男の人みたいな、そういう系の方が好きかもしれない。ルナちゃん、ミコです。ミコちゃん、コメント読んでるわ、コメント、コメント読んでるからこの話が成立してんねん読んでますよ。こぼれ落ちたマーサってね、マーサちゃん、マーサちゃん、マーサくん、どっち、マーサちゃんかな、二児のパパだけど俺当てはまる、やった、結果だけパパか、血管、それは血管好きやね。奥さんを大事にしてくださいね。なちゃんとバドミントン、バドミントンバリめっちゃ得意、本当にバドミントン得意だよ。だって小4小5小6バドミントンしてたから。なちゃん可愛い、ありがとうございます。え、なちゃんどうやって顔痩せ、な顔痩せはねえろ、本当にしないやん、結構普通に結構ぷっくりするし、でかいし、えら気づいたもん。けどあのなんてエステ行ったりとかする、針治療とか、よくらストーリー抜けてるじゃん、サボテンみたいな、ああいうとこ行ったりとかするよ、めっちゃ変わる、あの時むくみが取れるからね。でもやっぱ夜毎日そのなんだろう、ちょっとは軽くマッサージした方がいいかもね、だいぶ変わると思うよ。なっちゃんのメイク動画見て、え本当に今のメイクは分からん、あの適当にしてるから見せ物じゃないと思っちゃう。夏はちゃんとメイクをしたんだけど、最近なんか自分のメイクに納得いってないから、もう一回落ち着いたらあの YouTube 上げます。同じ服着てるなんて奇遇だね。これ着てる？てか小春ちゃんさ、めっちゃ服同じの持てない？嬉しいねけど、ありがとう。一緒に並んでバンバンズイ見てます。だってバンバンズイ毎日投稿だから、その毎日投稿見てくれてるの。もうそろそろ誕生日なので、誕生日おめでとうって言ってください。誕生日おめでとうございます。うん、僕らは何回だってきっと。おすすめのブランド、なんだよブランド、本当にわかんない。首が出る3番目く、おすすめの動画は、おすすめ、あでも最近だったらあのジロー食べる寝起きジローの動画好き、ルナは見てほしい沖縄出身です。よかった、沖縄いいな、あったかいの沖縄。テンションって言うんで、テンションハマってる歌何ですか。いっぱいあるけど、あのゆうりさんのレオとか、あとあのベリーグッドマンさんの花束っていう歌が今ハマってる。まだプルタンさん好きですか。うん、めっちゃ好き。釣り目どうも、全然いいと思うよ。でもルナね、最近ね垂れ目じゃなくてメイクしたら釣り目なんで、なんか竹正さんとコラボしてほしいね。竹正さんいい人だよ。あちゃんと京都来てほしい。京都はね、あの大阪おる時めっちゃ行ってた、2回ぐらい。あちゃんこんばんは、こんばんは、こんにちは。おやすみ、もう寝るの？おやすみなさい。くそ寒い、やばい。アイプチした、アイプチしてないね、これ。
めっちゃだからすっごい膨らんでるでしょ。今ね見えぐらいになってるの、ほら眉毛ないし。やっちゃん兵庫県来てほしい。兵庫はねあのめっちゃ行ってた。兵庫はよくお父さんと行ってた釣りに。何時の生まれの決めてる。声聞こえる。なんでみんな聞こえへん。ママで180万人ありがとう。ありがとうございます。家でも寒い。ね、暖房つけてるのに寒い。おかしい。クモンゴーはやってない。ルナーってひなたちゃんこんばんは。手紙の動画、手紙の動画見てくれたらもう200万再生いってたんだよ。実家帰ったら何しますか。まず家族でご飯食べて友達に絶対会いに行く。誰と比べたって明日テストです。頑張ってね。今でも自信なんてない。それでも歌うとき声低いだからね。歌うとき声低いのかな。そんな低いかな。てか元々の声が低いんちゃうるな。うん多分歯並み違う。ありがとうございます。ライちゃんは S4 だと誰推しですか。私はハンくん。ハンくんねいいね。 S4 さんか。誰だろう。でもみんな本当にみんな好き。本当にみんな好き。でも最近ねあのケイスケくんがねなんか好きな人できたんじゃないかなってぐらいさあの美女が良くなってると思うへん。今日の動画見て思った。エスパさんみんな美女良くなってくる。もともといいけどめっちゃ良くなっていってる。面白いしね。長野行くよ。長野世界一好きだよこの日本の中で。死んでねを回って腕の中で私を泣かせないで。これは高いから大変ね。コロナ気をつけてね。本当にみんなも気をつけてね。確かにそこに神奈川来る。神奈川は最近は行ってないな。写真撮るときのアプリはねあの何だっけな、何だっけな、あの名前忘れた。何だっけ忘れた。ちょっと今度乗っけるリップ忘れて。あの普段使ってるリップはあのロムアンド使ってるよ。手の血管めっちゃ共感するね。手の血管めっちゃね好きで。あんまりねスノーじゃないのよ。名前忘れてん。違う違う、あのあれやね。もう一個違うやつがあるね。髪の毛さらさらられます。でもね本当にシャンプー変わるだけでめっちゃ変わる。本当にマジで変わるよ。明日受験なので頑張れて言ってほしい。頑張ってね受験ひょひょひょ。髪きれい。ありがとうございます。やばい足かゆがかく。かゆい。何のシャンプー使って。あれ何だっけ。オレンジ色のやつ使ってるんだけど本当にあのそれ使ってからもうこれやばくない。このなんかねいつもねルナもアイロンを毎日するからさ。ごめん下巻いちゃった。アイロンを毎日するからさあの本当に痛むの。痛むしあのカラーもよくいくから本当にあのドライヤーしてもボサッとなるんだけど、これまだまとまってる方だと思われる。リップクリーム塗ったらカサカサ。てかあのルナだけかわからんけどさ、ルナねモアリップとか違う普通のなんかあのなんかリップカサカサを直すリップみたいなのあるやん。あれを
まあ、ちょっとあんまりカサカサしてなかった時に塗ったの。塗ったらあの余計カサ、なんか絶対カサカサになったことなかったのにいきなりカサカサできるようになるね。だからリップはもう使わんことにしたの。なんか保湿みたいなの。塗るとね、そのプルプルになれてか分からんけどめっちゃカサカサするようになった。オレンジのシャンプー、ひまわり、ひまわりじゃないの。明日女友達に告白しようと思ってるんですけど、アドバイス。え、シンプルがいいよ。本当にシンプルがいいよ。加藤奈ちゃんと話したことある。てかもうコラボしたよ加藤奈ちゃんとは。見てね今度。ゆなちゃん気づいて、ゆなと、ゆなちゃんこれからも頑張ってる、ありがとうございます。ルナさんと結婚する、ルナと結婚、いい男になってくれればいいや。ん、これゆうかちゃん、あれちょっと待って、あ、ゆうかちゃんだ。お疲れ様です。ルゆうかちゃんの帽子、これここにあるんですけど、今日めっちゃかぶって、今日もかぶってきた。めっちゃ可愛いです。あとこれも使ってます、これこちらゆかちゃんのあのバッグ、バッグっていうのはあれなんていうの、手提げじゃなくてなんていうんだ、そうバッグも使ってます本当に最近ずっとゆかちゃんの全身みたいになってる。ありがとうございます。いつもおすすめのアニメ、鬼滅、鬼滅、鬼滅、最近また鬼滅がね新エピソードみたいなの始まったから見てほしい。鬼滅、鬼滅かメジャーかナルトかな、うん、かあと食いしん坊やったっけ、なんかそんな、なんか名前忘れたけど、なんか、え、嬉しい、ありがとう、早く本当に会いたいです。また2月かどっか誘わせていただきます。こちらこそありがとうございます。嬉しい本当に。そう、ずっとこれ使ってる。最近ナルト見てるよ、ルナもナルト見てるよ。結婚しよう、うわ明日がある、あ流れてる。結婚もね、やだね、口で言われたいから。なっちゃん気持ちだれ、ねずこ、ねずこしか飾らない。ねずこがあのなんかね本当に鬼になってからのいきなり変わるあのギャップがもう好きすぎて、本当に毎回もう無理、可愛いってなってしまう。配給はねみんなに見てって言われたけどまだ見てない。明日があるさ、DM とか来るの正直どう思いますか。え、なに、もう一回言って。 DM とか来るのあるやろ。 DM はね本当に嬉しい、本当に嬉しいです。大阪コロナね、みんな今どこもすごいから本当に気をつけないよね。マスクと手洗いと、好きなアニメ、あれさっき言ったかね。ねえほらやっぱさ、なんでコメント読むときに目を細めるんだ、これ目悪い証拠なんだと思う。でもやってる意識ないもん、本当にないんだもん。ちゃんと目開けてると思うとこうなってるんだろう、多分なってるんだろう、やって気もなってるんやろ。プープー、この後あれ、そう、あのスカイピースさんとの明日がある。勘弁しておくれ、ヒロアカ見たことない。リオって呼んでほしい、リオ。ベッドの儀式をいない、名前呼んで、泉ちゃん。
みーちゃん、ぎしくん選べないのどっち？両方、両方やな。うん、両方やな。選べんと思う。本当にあの極限まで迫られても選べんと思う。なんか逆にもう選ぶんやったら死んで死にたいってなっちゃうと思う。なんかさ、たまにあれじゃん、なんかルナがなんかさ、そういうのなんかわかんないけどね、本当に選べないの。150万人。ルアちゃん挨拶してほしい。なんの、あ、皆さんこんにちはの方かな。皆さんこんにちは、今日も元気もりもり森本ルナです。うん、プルタンさんのね、あのご飯、お好み焼きじゃなくて唐揚げめっちゃ美味しかった。頭ぶつけた。よしよし、気をつけてね。お顔を眠りたい、そろそろ。体幅が広くなる。こっちでしょ？違うね、寝すぎてね、目がね、もう戻らなくなっちゃったの。増してくれた。体幅ちょ、うん、ちょっとこっちでも明日には戻ってると思う。終わろうかな、そろそろ。の名前はサタン純平。じゃあ皆さん終わります。また見に来てね。じゃあね、バイバイ。